今日の聖書のメッセージ箇所を拝読いたします。ヘブル人への手紙5章1節から10節まで。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、神のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でも、あなたはメルキゼデクの霊に習い、常しえに祭司であると言っておられる通りです。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれました。アーメン。メッセージを聞く前にもう一度祈ります。体の弱さがある人、痛みがある人、病気がある人はそこに手を置いて、また他の人々は胸に手を置いて祈ります。愛する天のと様、今日もあなたの命の御言葉を聞こうとしています。あなたの御言葉には力があります。イエス・キリストの血潮には力があります。私たちに永遠の命を与える、また死んだ人も生かす癒しの力があるのを信じます。今日もあなたの御言葉を、命の御言葉を聞く前に信仰を持って弱いところに手を置いて祈ります。いろんな病気の中で悩んでいる人々、痛みの中で悩んでいる人々、イエス・キリストの血潮によって聖霊様の光の癒しの光を通して、あなたが創造して新しくしてください。痛みはなくなり、病気はなくなって、本当に健康になりますように導いてください。また信仰がない人々にはイエス・キリストを信じる信仰を注いでください。聖霊様の働きによって心の扉が開かれ、あなたの命を受け入れることができますように導いてください。この時間、本当に救いがあり癒しがある時間になりますようにお願いします。足りないものがあなたの御言葉を伝えます。聖霊様を通して、あなたが一人一人に必要なあなたの恵みを直接語って注いでください。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。私たちずっとヘブル人への手紙を学んでいますけど、ヘブル人への手紙は誰に送る手紙でしょうか？ヘブル人です。だからヘブル人、ユダヤ人というのは、その時代にはもうそのユダヤ人は旧約聖書をよく知っている、またその人たちは街道でもうそれを暗記するようになっています。それでその人たち
旧約聖書をよく知っている、聖書をよく知っている人々に送るものであって、だから異邦人とか聖書をよく知らない人々がヘブル人への手紙を読んだら難しくなっています。今日の本文も信じない人にとってはこれは何の話なのかわからないんですけど、また大祭司とかそういうこともどういうものなのかわからないんです。だから私は題目をどのようにしたらいいのかと思いました。それで偉大な大祭司、聖書を全然知らない人が聞いたら大祭司と言ったら、もう最初から寝たくなりますね、はい、それで題目をそれで偉大な弁護士だと変えたいんですけど、もう題目は偉大な大祭司です。それで大祭司は特に私たち罪ある人々を助ける、その旧約聖書で出てくる人々です。それでイエス・キリストが偉大な大祭司であって、特に私たちを助ける偉大な弁護士ということです。それで皆さん弁護士を雇ったことありますか？それで罪を犯したらその弁護士が必要かもしれませんけど、罪を犯さなくても弁護士が必要な時があります。2年前にグレイスが運転する時、その大きな事故に遭った時があります。それで車のもう横をぶつかったんですね。それで廃車して、でも感謝したのはそれでグレイスが乗っているところじゃなくて、本当に大きな怪我がなかったのは感謝です。その時教会の皆さんが祈ってくださり、本当にいろんな助けをしたのはもう今でも感謝しています。それでグレイスは黄色い信号があった時、それで速度が速かったので、それで通ろうとしたんですけど、その人がぶつかるようになっています。だからその時私たちにはダッシュカムがあったんです。だからその人は自分は青い信号で走ったと話していて、自分はもう問題がないと話したんですね。それで私たちがこれがあって警察に見せました。でもなんか安いものの問題でしょうか。それがロッカーがなかったんです。だからもうどういう信号で走ったのかわからなくなりました。だからこれがもうちゃんとできたそのダッシュカムが必要ですね。ある人はこのようなダッシュカムそのように使う人もいるかもしれませんけど、だから2つくらいやったらよかったと思ったんですけど、だからその時誰が正しいかのか分からなくなったんですね。それで私たちがその時は弁護士を買った方がいいと聞いたんです。だからいろんな弁護士の事務所に電話をしたんですけど、ある弁護士の事務所の人はどうして黄色い信号で走ったのか、そのように相手を弁護するようになっているんですね。私たちを弁護することよりも。それでこれもこれは絶対勝てないと話した人々はいたんです。でもある弁護士の事務所に電話したら、これは相手が間違ったと。それで実行の車をちゃんと見たらその人の問題だと話したんですね。結局その弁護士が助けてくれて、それで私たちが勝つようになって、相手が後では相手が自分が間違えたと告白するようになったんですね。だからこのその弁護士は本当にいい弁護士です。
でも偉大な弁護士でしょうか。それで私たちを助ける弁護士がいます。どういう問題でも解決できる弁護士がいるんですけど、絶対勝つ、いつも勝利する弁護士がいるんですけど、それがイエス・キリストです。イエス・キリストが私たちはどういう問題があるとき、肉体的な精神的な問題があるとき、必ず勝利を与える方がイエス・キリストであって、偉大な弁護士、この世で誰に比べることができない弁護士がイエス・キリストです。それで、ユダヤ人にとっては偉大な大祭司と言ったら、それがどういう意味かよく分かると思います。それで先週少し大祭司のことを話しましたけど、先週の14章の14節では偉大な大祭がイエス・キリストであるのを話しています。それでその大祭司、そのイスラエルの民を助ける大祭司は神様から任命されていると書いてあります。大祭司は人々の中から選ばれて任命される。それでその人たちがするのは、人々のために神様に仕える人です。それで神殿で幕屋で礼拝を捧げること、特に犠牲の生贄を捧げるその務めがあります。だからイスラエルの人々が罪を犯した時、その犠牲を通して許しをもらえる、その生贄を捧げるんですけど、それを他の人はできなくて、祭司たちが、大祭司がそれを知っています。他の人たちが生贄を持っていても、それは法が間違っていて、それは許されないということになります。だから大祭司は、祭司たちは誰が祭司になるんでしょうか。それは人々から選ばれたと書いてありますけど、普通の人々じゃないんです。イスラエルの大祭司ですから、人々の中でも日本人でもないし、アメリカ人でもないし、韓国人でもないし、中国人でもないんです。イスラエルの人々の中です。でもイスラエルの人々の中でも全員ができることじゃないんです。それで歴史を見たら、イスラエルはもともとの名前が何でしょうか。ヤコブです。ヤコブが後でイスラエルと名前が変えますけど、それでヤコブのお父さんは誰でしょうか。そんなに難しいことじゃないです。上にいる人ですね。イサクです。イサクのお父さんはアブラハムです。だからヤコブの息子は何人いますか。考えなくても答えは打ち出されています。12人です。それで12人の中でレビという人がいるんですけど、レビの人、その子孫が、その部族が祭司部族だと呼ばれるんです。それでアブラムとレビの関係はどういう関係でしょうか。レビのお父さんはヤコブ、祖父がイサクですね。それで曽祖父と言いますか。それでレビは祭司の部族だと言われていますけど、レビの部族の中でも全員が祭司にならないんです。それでレビの子供たちがたくさんいるんですけど、レビの孫の子供ですね。だから何と言いますか、それ難しいですけど、アロンの曽祖父がレビです。それでレビ族は祭司部族だと言うんですけど、その
祭司になれる人々はアロンの子孫だけです。モーセの子孫も祭司にはなれないんです。それで祭司になる人々はアロンの子孫だけ、またアロンの子孫の中でも他大祭司に子孫の中でも中で大祭司を選ぶようになっています。だからちょっと待ってください、何かインターネットの問題があります、はい、時には自然に解決ができたとメッセージが出てきました。それでどこまで話しましたか、はい、それでアロンの子孫だけが祭司になり、また大祭司もアロンの子孫だけが大祭司になるんです。モーセの子孫も祭司にはなれないんです。だから祭司になるのは決められていて、それは栄誉のものです。それで神様に命された人だけであるのが書いてあります。それでアロンは、またアロンの子孫は自分がなりたくて祭司になるのではなくて、生まれたら祭司になって、長男になったらまた大祭司になる、そのようになったんです。でも大祭司は全然罪がないんでしょうか。そうじゃないんですね。人々は、ある人は牧師も病気になるんですか、そういう話をする人々もいるんです。でも私もコロナにかかったり風邪にかかったり、普通の人間です。普通に罪を犯す罪人です。それと同じ人です。それと同じように大祭司も普通の人間です。でも神様から選ばれて、その務めをする人になるんです。だからその人たちは他の人々を、民を見たら罪を犯すことを見ても、私にもその心があって罪を犯すことがあって、その人たちを、民たちを憐れむ心になります。だから大祭司は自分自身も弱さがあるので、無知で、それで罪を犯すとき、知りながら知らないうちに罪を犯す人々をかわしそうに思うことにができます。それでその人たちは民たちの罪を見たとき哀れんで、その罪を神様に許してくださいと祈る人になります。だから祭司たちの務めは民の代わりに神様に祈りながら生贄を捧げて、神様からの許しをもらえる人々が祭司であり大祭司になるんです。でも大祭司も人間です。罪を犯すものです。だから自分がその務めをするためには先に自分の今日は少しインターネットの問題がたくさんあるみたいですね。それで自分が弱さがあって罪があるので、その民の罪を許しをもらう前に自分も悔い改める、自分の罪を許されるその生贄を捧げなければならないんです。だからイスラエルでは、聖書ではその1年1回その民全体の罪を許される日があります。それをなだめの日だと話しますけど、それは贖罪の日、なだめの日ですね。それをその日には大祭司が幕屋に入って、神様から民全体の罪を許されることになります。でもそれをする前に大祭司も自分の罪を許される
その生贄を捧げます。でもその時ちゃんと悔い改めなかったらどうなるんでしょうか。祭司が死ぬようになります。だから大祭司は時々死ぬことになっているんです。それで大祭司は1年1回民全体の罪を許されるようになります。でも本当に生贄を捧げたらその罪が許されるんでしょうか。それは神様がそれを見て許すことになって、本当はその罪はそのままに残っているということです。でも神様はそれを許してあげるということになります。それで1年1回その罪を許される生贄を捧げますけど、それは有効期間が1年だけです。だから永遠に許されることじゃないんです。毎年それをしなければならないんです。またその大祭司たちはどうなっているんですか。いつか自分も死ぬようになります。だからこの大祭司の役目は他の人にその移るようになります。でも偉大な大祭司であるイエス・キリストは一時的な1年だけの罪の許しじゃなくて永遠の罪の許しがある、その生贄を捧げる、ご自分を捧げる永遠の祭司、大祭司になりました。それが6節に、そのイエス・キリストは独行支援に祭司である、永遠の祭司、死なない、またその生贄はその罪の許しは永遠に続く効果がある、その祭司であるのを話しています。この別の箇所というのは詩篇ですけど、旧約聖書の110編の言葉です。ここでまた難しいメルキゼデクという祭司のことが出てきます。またこれは7章でももっと詳しく7章でも詳しく書いてありますけど、今日も少し学びます。それで独行支援の祭司がイエス・キリストです。永遠に罪の許しを与える方、人間は罪のせいでいつか死ぬ存在になりました。誰も死ぬ存在です。人間は生まれたらいつか死ぬようになります。どうして死ぬんでしょうか。それは病気にかかっていて死ぬんですけど、その病気が聖書では罪だと言うんです。生まれながら人間は死ぬ存在です。生まれながらその病気にかかっているんですけど、それが罪です。罪というのは神を知らない、また神様から離れた状態がその罪の状態です。それで神様を認めないその心が罪であって、その罪の許しは永遠に効果がある、その許しはイエス・キリストを通して私たちに与えられるということです。それでイエス・キリストはどういう祭司であるのか、それが5節ではイエス・キリストは大祭司となるその栄誉を神様からもらったと。それで特にイエス・キリストは神様の子供です。神様が産んだ神様の子供です。人間は神様が創造した非常物です。でもイエス・キリストは神様が産んだ神様です。人間は人間を産んで、またヤギはヤギを産んで、神様は神様を産みます。それでイエス・キリストは神様であって、その神様であって、この全ての世界を創造した創造主で、創造主です。それでイエス・キリストがどのように祭司になったのか、大祭司になったのかというのが
今日の本文で書いてありますけど、そのメルキゼデク のような祭司だと書いてありますね。それはメルキゼデクは聖書のどこに書いてありますか？私の顔を見なくて、この仮面を見たら、その創世記の14章に書いてあります。そのサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきて、その方は、彼は糸高き神の祭司であったと書いてあります。聖書の中で祭司という言葉が最初に出てくるところがここです。それで、そのメルキゼデクは、誰に、このパンとブドウ酒を持ってきたんでしょうか？アブラハムです。それでメルキゼデクの意味は何でしょうか？それは義の王様、また平和の王様です。義の王様、平和の王様は誰でしょうか？イエス・キリストの名前が義の王、また平和の君です。それでそのメルキゼデクが何を持ってきたんでしょうか？パンとブドウ酒です。パンとブドウ酒はどういう意味があるんでしょうか？それはイエス・キリストが十字架の上で流された血塩がブドウ酒を意味して、パンは私たちを救うために砕かれたイエス・キリストの体を意味します。だからイエス・キリストの苦難を通してアブラムを祝福したというのがメルキゼデクの意味です。それで、メルキゼデクはアブラムを祝福したんです。それで祝福を受けなさい、天地を作られた糸高きからその祝福を受けなさいと言っているんです。それで、もっとメルキゼデクが話したのが、あなたの手にあなたの敵を渡されたいと、渡された糸高き神に誉れあれと話しています。これはあなたの手に、それはアブラムの子孫を通して本当の敵である、その敵を、敵から勝利を与える神様という意味があるんです。それでアブラムは彼に十分の一を、それは祭司たちに捧げる十分の一を捧げるようになりました。大祭司は誰の子孫が大祭司になるんですか？10分ぐらい前に学んだんですけど、それですぐ忘れるのが私たちですね。だからアロンの子孫だけが大祭司になるんです。でもアロンの曽祖父がレビです。それでレビの曽祖父がアブラハムです。だからイスラエルの先祖アブラハムをその祝福した、パンとブドウ酒で祝福した祭司、そういうのがメルキゼデクです。だからアロンの子孫でもないし、アロンの曽祖父の曽祖父のアブラムを祝福したその祭司がメルキゼデクになって、特にアブラムは誰でしょうか？神様は最初からアブラムを選ぶ時には、あなたの子孫は血の塵のようになりますけど、あなたの子孫によって全ての民族が祝福されると話しました。それで あなたの子孫は誰でしょうか？それはイエス・キリストを意味します。それでイエス・キリストを通して誰が祝福されるんでしょうか？全ての民族です。イスラエルだけじゃなくて全ての民族です。でもイスラエルの人々はそれを後悔しました。自分たちだけが選ばれたものだと思ったんですけど、アブラハムを選ぶ
時から神様は全ての民族をアブラハムの子孫を通して祝福するということを計画していたということです。それでそのアブラハムを祝福したかった、そういうのがメルキゼデクです。でもアブラハムの子孫を通して来られるために創造主である神様であるイエス・キリストは人間の体を持ってこの世に来られました。それが今日の本文ではイエス・キリストは肉体を持って生きている、人間の体を通して体を持ってこの世に来られたということです。人間は罪を犯しました。その罪のその対価を受けなければならないんですけど、イエス・キリストは人間の体を持ってこの世で私たちの代わりにその罪の対価の裁きを受けるようになりました。その裁きというのは十字架の死です。だから十字架を追う前に大きな叫び声と涙を持ちながら祈ったんです。だからその捕らえられる前の日にイエス・キリストは涙を流しながらこの杯を取り去らせてくださいと祈ったということになります。でも神様の御心 ように知ってくださいと言って従順に従ってその十字架の苦しみを受けるようになりました。それでイエス・キリストは人間の代わりに私たちの代価を受けて死なれて復活して勝利して私たちに永遠の命を与える方になります。それでイエス・キリストは人間の体を持ってこの世に来られたので、その私たちの弱さをよく知っています。でも罪は犯さなかったんです。それでどうして罪を犯さないんでしょうか。人間ですけど神様の力があって誘惑があっても誘惑に負けないんです。それで私たちの弱さを苦しみを知りながらも罪はない。だから私たちの対価を全部払うことができる方ということです。皆さん借金を持ったことはありますか。今でも借金がある人々がいるかもしれませんけど、罪の借金はどういうことでしょうか。罪は借金のようなものです。負債です。それでそれを払わなきゃなかったら、罪の負債を払わなかったら死ぬようになって裁きを受けるようになります。それで人間はその罪の借金があります。でもその借金を払う力がないんです。他の人が あなた借金があったら私がその借金を返しますと言ったら、それができるんでしょうか。自分も借金があるのに他の人を借金を払うことはできない。自分も死の存在なのに他の人に命を与えることはできないんです。だから借金から解放する、死の問題から解放、自由になること、永遠の命をもらうことは死の存在からはそれはできないということです。借金を払う、罪の対価を払うことは罪がない方だけがそれができるんです。それがイエス・キリストが罪がない方であって、私たちの罪の対価を全部十字架の上で払いました。それが旧約にあるイエス・キリストがその救いを完全に知った完全なものです。それでイエス・キリストを信じる全ての人々に永遠の救いを、永遠の命を与える源になりました。それでイエス・キリストは私たちの罪の代価を全部払ったんです。それでイエス・キリストが十字架でそれを払って
最後にイエス・キリストが十字架で死なれる前に話したことは何でしょうか。それが完了したということです。何を完了したんですか。救いを、また私たちの罪の代価を全部完成した、そういう意味です。それで私たちの罪の借金を全部払ったというのが完了したことですけど、これはもともとの言語、ギリシャ語ではどういう言葉でしょうか。それでギリシャ語学ばなくても分かりますね。テテレスタイという言葉です。それが完了したことですけど、これはもともとその借金対価を全部払った、そういう意味です。だから私たちの罪の対価を十字架の上で全部払ったというのがイエス・キリストがこの世になさったことです。それで今日の最後の10節では、メルキゼデクの礼に習い神によって大祭司と呼ばれましたと書いてあります。だから全ての人間の罪の代価を神様から許しをもらった大祭司がイエス・キリストです。それで大祭司はもともと何をする方でしょうか。それは民の代わりに神様に許しをもらって祈る方です。それでイエス・キリストは今でもローマ人への手紙の8章の34節のように、よみがえられた方であるイエス・キリストは天で神の右の座につき、私たちのために取りなしていってくださるのです。だから今でも私たちのために天国で神様の右の座で祈って、私たちのために祈る方ということです。旧約聖書では大祭司はどこで働きましたか。幕屋、神殿です。だから幕屋と神殿に行かなければならないんです、罪の許しをもらうために。でも今の大祭司はどこにいるんでしょうか。天国にいます。だから私たちはこの世でも天国でイエス・キリストを通して罪の許しをもらうようになります。だからもう場所じゃなくてどこでもイエス・キリストを通して祈る時、神様から罪の許しをもらい、永遠の命をもらい、また助けをもらう人になりました。それで最初に話したのが偉大な大祭司というのはイエス・キリストです。今の現在の言葉で話したら偉大な弁護士、絶対負けない弁護士がイエス・キリストです。どういう問題があっても私たちに勝利を与える、必ず勝ってくださる弁護士がイエス・キリストです。そのイエス・キリストがまた私たちに望んでおられることがあります。神様はイエス・キリストを大祭司と呼ばれました。それでイエス・キリストを信じる者にもまた神様がその務めを与えるんです。ペトロ人への手紙の第一の2章の9節では、あなた方は選ばれた種族です、王である祭司です、聖なる国民です、神の所有とされた民です、皆さんは神様に選ばれたものです。この教会で偶然に来たと思うんでしょうか。そうじゃないんです。神様が選んで救うために皆さんをここに招いたことです。選ばれた一人一人です。またあなた
皆さんは王である祭司です。そういうのはまだイエス・キリストを信じない人々に祈りながら救いを伝えよう人としたんです。アロンは人間でした。弱い人間でした。私たちも弱い人間です。でも神様は私たちを選んで素晴らしい務めを与えたんです。それは信じない人々のために祈って神様の愛を伝える、驚くべき恵みを与えてくださいました。お祈りします。愛する天のお父様、御子であるイエス・キリストが天から私たちを救うために人間の姿で来られました。それで十字架の苦難を通して私たちの罪の代価を全部払って私たちに自由を与えてくださり感謝します。それで人間にはいろんな罪の問題、病気とかまた心の悩みがありますけど、私たちには偉大な大祭司、偉大な弁護士イエス・キリストがおられます。それで絶対負けない勝利を与える弁護士が、偉大な永遠の弁護士がイエス・キリストである、また私たちの救い主であるのを感謝します。その驚くべきな恵みをまた受け入れ、またそれを伝える人になりますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。